この人誰？彼の名前はジョン・レノン。有名なロックバンド、ビートルズのメンバーでした。その後、2人は一緒に音楽活動や芸術活動を始めます。そして3年後、2人は結婚しました。じゃあ、アルマンドさん、quiz me。How old she was when she got married? 夏海先生、よこの、ようこ、ちょっと待って、ようこ。ようこ、そうだよ。Second syllable is よ、O. You can't stretch, you can't hold, you just have to say it to ようこ。よようこ、こ。OK、ようこの結婚しましたと、結婚した時、何歳でしたか？惜しいね、惜しい惜しい惜しい。もう一度言って。ようこを結婚したとき、いいよ。何歳でしここパーリコ、もう一回たか？考えて。すみません。ヨコは？そうだね。どうして？結婚した時っていうのはタイムリファレンス。結婚した時何歳でしたか？だから陽子はでいいね。陽子は何歳でしたか？というクエスチョンにタイムリファレンスがついてる。陽子は何歳でしたか？陽子は結婚した時何歳でしたか？陽子は結婚した時36歳。36歳？正解？36、正解。イエーイ、本当かな？ じゃあ続きを読みます。1900、じゃあ私の質問クイズだよ。陽子は何年に結婚しましたか？私陽ですか。子は何年に結婚しましたか？わかる人、チャットに書いてください。陽子は陽何子は年に？何年に結婚しましたか？それ16世も紀じゃないよ、ピアソンさん。no. 前、とても前とても前だね。アルマンドさん、陽子は何年に結婚しましたか？カンナさん、正解と思います。違う。誰？どれ？カンナさん、カンナ、読んでください。1969 年で 69 年、素晴らしい。1964年、31歳。1966年、33歳。1966プラス3だから69年36歳。というわけで、皆さん惜しかったね。1969年に結婚しました。では、次のページを読みます。次のページはね、どんな時代か書いてありますよ。1969年、どんな時代だったでしょうか？いきます。1960年代は、1960年代、世界はベトナム戦争の中にありました。ちょっとね、ポエティックなセンテンスですね。1960年代、何ですか？Era。 60s、正 60s。 解、60s ですね。今は何年代ですか？今は2022、歳、あ、な、2020年代。そうです、2020年代。この代っていうのがね、さっき言ってくれたジェネレーションの感じだね。2020年代。2020年から60年前です。世界はベトナム戦争の中にありました。
ヨーコとジョンはいろいろな平和活動をしました。平和活動、はい、平和なんですか？平和、ピース。はい、活動。活動はアクティビティ。はい、素晴らしいですね。はい、どんなことをしたのかな、読みましょう。1971年に2人は平和のための歌、ハッピークリスマス、戦争は終わったを作りました。同じ年、ジョンはイマジンを発表しました。ヨーコはグレープフルーツの中である言葉を何度も使っています。これがイマジンです。ジョンはヨーコの詩に影響を受けてこの歌を作ったそうです。はい、アルマンドさん、イマジン知ってる？はい、もちろん知もっちてろまん知っす。てます。イマジンを作っ、はい、イマジンは何年に作った曲ですか？何年作った？何年に作った曲ですか？何年に、いい質問。わかる人、イマジンは何年に作られましたか？1971年です。いいですね。1971年でもいいです。でも、いらない。1971年で大丈夫です。はい。で、大丈夫で？大丈夫1000、を使う？1971年。あまり言いません。言っても間違いじゃない。だからいいよ、言ってください。言ってもいいです。でも、だいたいみんな言わないです。1971年と言います。千、オッケー、はい。千、オッケー、ありはい。がとうございます。この「イマジン」という曲は、はい、「イマジン」という言葉、ゆ曲は何ですか、先イ生。マジンという名前の曲、イマジンという曲。曲。はい、曲が分からなかった。分かった、聞いてください。曲、はい、すみません。という、はい、欲求、曲、という曲。曲、曲。毒。ちょっと待って。曲、ソング、はい。曲ですね。はい。曲。OK。イマジンはみんなが知っている曲です。イマジン。実は、この曲は、どうして作ったんですか？はい。ヨーコさんの詩に影響を受けて作った。そうです。はい。この歌を、はい。ここにこう書いてある。ジョンは、ヨーコの詩に影響を受けて、この歌を作ったそうです。はい、アルマンドさん、この「そうです」何ですか？そうです。It seems like。そうだね。It seems like、まあもちろんでもいいんだけど、It's more like this writer hard this information. It seems like can be the writer's observation, but it's more like not observation, but the writer got a some, real remark or something. Like here, heard about it. Of course, so this is like a report. Hi. Is that I thought that was Garu, but okay. So そうですね。it's report. Okay. わかりました。はい、いいですよ、いいですよ。はい。例えば、じゃあ、レポートしてください。アルマドさん、お腹すきました。お腹すきました。はい。レポート。すみ先生はお腹がす
過ぎました。過ぎたそうです。はい、安住先生はお腹が空いたそうです。はい、ショートフォーム、安住先生はお腹が空いたそうです。いいですね。はい、そうです、誰かが聞いた情報だよと言ってます。でも私じゃないって言いたいんですね。So make it clear. It's not my information, but the confirmed info. Someone、okay. made by someone. はい、いいですね。次。1975年、4年後。ヨーコとジョンの間には男の子ショーンが生まれ、ジョンは音楽活動をやめて主婦になりました。ジョン、音楽活動をやめた1975年。はい、ヨーコは何歳？ヨーコは、うん、何歳かな？4歳？え、42歳。36。36プラス 6?42 歳。36。はい、36歳で結婚してるでしょ。それから6年経って42歳だね。意外だね。すごい、私びっくりした。42歳で産んだの。すごい年上だよ。うん、全然若くない。ヨーコはショーンを46歳の時に産んだ。はい、じゃあジョンはショーンが生まれた時主婦になった。Thank you. 主婦は何ですか？はい、この漢字、はい、何と何この漢字は、うん、天の、うん、違う、うん、あ、全然わからない、全然わからない。はい、主婦、ハウスハズバンド。はい、主婦、so if it is used lady, then housewife. でも、主婦、ハウスハズバンドと housewife、はい、同じ。あ、同じ音です。違う感じです。So it sometimes happens, we use same pronunciation, and we just differentiate on the written language field.Because if you know the context, you know John is man, so you don't have to clarify that. You don't have to say John became housewife, house husband. You know, like, you don't have to prepare the two different sounds, nouns. Yes, of course it's gonna which, be... Yeah, which English did. Okay, good. いいですよ。1980年、はい、5年後。ジョンはまた音楽活動を始めます。はい、はい、ジョンは何年休みましたか？何で休みました？何年？何年？何年？オッケーオッケー。Well, my brain is. ジョンはね、1975年に主婦になります。1980年にもう一度始めます。はい、もう一度始めます。音楽活動を始めます。1980年、5年後。はい、だから5年主婦をしました。ああ、ありがとうございます。今ね、あのツイッチでね、うん、サブスクライブしてもらった、ありがとう。ピカチュウ、ピカチュウは出なかったけどね。はい、次行きましょう。うん、はい、はい、はい、何をしましたか。はい、1980年ね、ヨーコと1枚のアルバムを発表しました。この中の歌スターティングオーバーは大ヒットになりました。はい、たくさん売れたのね。しかし、この年の12月8日、ヨーコとジョンがニューヨークの家の前で車を降りて歩いていた時、ジョンは銃で撃たれました。ジョンが死んでからも、小野ヨーコは芸術の分野でいろいろな作品を発表し、平和のために活動をしています。はい、じゃあ質問です。じゃあクイズして、私に。
何でもいいよ。はい。5年で何、ジョンさんは5年で何をしましたか？ジョンさんは5年の間、during だよね。5年の間、間だから、ongoing、何をしましたかじゃなくて、何を何を continuous action。していましたか？正解。5年の間何をしていましたか。ショーンを育てていました。主婦をしていましたね。5年の間主婦をしていました。じゃあ私のクイズ。ジョンが銃で撃たれた時、ショーンは何歳でしたか。ジョンが銃で撃たれた時、ショーンは何歳でしたか。もう一度お願いします。ジョンが銃で撃たれた時、OK。ショーンは何歳でしたか。5歳と思い、すみませんの。ジョンさんは何歳でしたか？ジョンさんは、ショーンは何歳でしたか？ショーン？ショーン、誰？ああ、子供。子供のショーンは何歳でしたか？ショーンは何ですか？子供のショショーンは子供の名前。ーン。あ、ショーン、男ショーン、シのョ子のーン。あ、シごめんね。ョーン。もう一度聞きます。ジョンが銃で撃たれた時、ショーンは何歳でしたか？ああ、わかりません。嘘だ。私に聞いて。あ、ジちょっョン、と、ちょっと待って。No, no, no. You ジョンさ told. ん。You already told it. It was right. もう一度言ってくボス。ださい。もう一度、ちょっと待って。ジョンが撃たれた時、ショーンは何歳でしたか？ショーンは何歳でしたか？あ、赤ちゃん、赤ちゃん。ショーン、何赤ちゃ歳？ん。何歳？わかりません。5歳だよ、5歳。5歳。Who was 5歳？ Okay, hold on. Your question was Okay. how old was Yan No, when he's how old was Sean, not John? You have to really, really be aware the long vowel or short vowel. John is short. Sean is long. How old was Sean when who Is was it when four? カイさんが4歳だって。I see, I see. I'm sorry. Okay, go ahead. どうぞ。Look what he's saying. Okay, how old was Sean when who was born? When who? When John Lennon got shot. Oh, yeah. Okay. I thought 5 years old, but Kai-san said 赤ちゃん。five, four. It can be four, right? Wait, 75? 75? 6, 7, 8, 9, 10. 5歳だ。やっぱり5歳だ。5歳。ああ、OK。I had it right, but then I OK。blurred で、ちょっと待っ that. て。もう一度。Please make it in this form. 何歳だと思いますか？OK。何歳だったと思いますか？ショ何ーンは歳何歳だっだたったと思いますか？ショーンは5歳だったと思います。いいですね。5歳だったと思います。というわけで、今日は小野陽子さんの、ストーリーを一緒に読みました。頑張りました。今日はここまでだよ。ちょっと待ってね。うん。